方のやつ。結構多いですよね。この夜に来たから分かりにくかったけど、こんな感じでしますしなんかね。鈴鹿駅は両端機関式ですもんね。で、あと玉垣駅ね、あの復直前までライン返しとったらめっちゃ回っちゃったの遅くなっちゃって、こんな感じだったって。やっぱこっち側でも別に乗り降りはできるんですね。別にただ無料駐車場ってわけじゃないんだ。もうなけないことなんかあったんですよね、ここに。一応ロータリーみたいにはなってるから、こっちの方でそのまま乗り降りとかできるのか。この前あの道東に迷っとったあの辺りの旅行で迷ってましたけどね。そっか、やっぱな、上り停車っけ。意外とコーヒーがよくなって、ちょうど鈴鹿駅で、鈴鹿駅で特急南紀と連れて帰りましたし、この列車もどっかで追い抜かれてるな。じゃあそうするとなんだ、どこで隣の駅どこだっけ、伊野、鈴鹿サーキット伊野駅か、隣あの辺りとかで追い返しができるのかな。待機設備がある、あ、まあ一応できるか。渡り線使えば反対側ホームに止めるとかできますからね。なんか音が聞こえるなと思ったけど、そっか、今日鈴鹿サーキットなんかやってたっけ。 S 帯だ、そうだ、 S 帯やってんだ。あ、じゃあそっか、レーシングの来てる人が多かったのもそれか。S 帯はね、まあ、スーパー GT とかほどね、あの集客が高い、F1、スーパー GT ほどではないですけど、とはいえ、結構お客さん集まるし、耐久系ではね、日本では、間違いなく一番人気ですからね。いろんなドライバーさんが、ここ出してでね、いろんなドライバーさん走ってるんで面白いですもんね。チーム数も多いですし、台数も。って言っとったら、四日市行きが来たわ。のどかだな。本数の割にはこんな感じで対処もできるようにしてあるし、なんやかんやこの伏線をうまいこと活かしてるんですよね。中瀬湖駅だっけ、あそこら辺まで全部伏線になってるんですもんね。なんやかんやと優等列車の対比ができたりとか、鈴鹿駅でもね、あのいわゆる行き違い待ちをしなくていいですからね。多少ちょっと列車の時間に時刻が出ても、そういう意味では結構伏線の恩恵が、1時間1本とかだったらね、あんまない感じもしますけど、少なくともあの塩見橋線とか、どこだっけ、上北線、あそこら辺と比べるとだいぶ伏線の効果はあるのかなっていう感じはしますよね。うん、よいしょ。さあ、言いとったらね、玉垣駅調べたら、一応ネット予約みたいな感じでできる、パーキングが一応1台か2台ぐらいあるらしいんですけど、安い300円ぐらい止めれるらしいんですけどね。ただやっぱいつも埋まってる感じみたいなんで、台数はそんなにないですからね。で、玉垣駅は昼間に来ると全然あれですね。この前路頭に迷って折り返したりとかこの辺りか、無人駅なんですけど、まあ本社はここにあると。よかったですね。切符の取り扱いとかはないのかな、こっちは。鈴鹿駅でないとやってないのかな。
まあ、こんな感じで走ってます。こっちからだとちょいちょいと出てるのも多いですね。一番乗り場発着になってるのはこの東駅始発のやつか、それだけじゃないな多分。待って、8時24分川田駅になっちゃうの。川田駅っていうかたまにやってな。へえ。あれかで関西本線と接続する形なのかな。なるほどな。1日1本だけあるんですね。しかも平日だけなんだ。なかなかないんだ、高えな。でここが本社なのかな。うん、定期券売り場もあるんだ。入り口、現在地から定期券売り場はちょっと離れてんだ。向こう側なんだ。で車両基地とかもあってね、予備車両とかが止まってたりすると。で、こっちが、切符売り場とかになってるらしい。駅長事務室になってますね。が、定期券とかの販売もやってるみたいですね。ここ一日乗車券売ってるのかな？どうなんだろう。まあ、今日も売ってますからね。よし。で、ここからどうしようかな。鈴鹿サーキット井野駅までとりあえず歩いてみようっていう駅間散歩ですもんね。まあとりあえずブラッと歩いていきましょうか。実はね、そんなに見応えのあるところねえはずなんだよな。何があるだろう。とりあえずこの音がする方に行きゃね、鈴鹿サーキットなんですね。意外とね、一駅余計に離れてるところからもね、レースによってはね、音が聞こえますね。これがあの F1 の時だともうちょっと高い音になる感じがしますけどね、フォーミュラ系のやつはね。あ、でも今のフォーミュラどうなんだろう。これどうやって渡るんだよ。お、渡りようがないんじゃない。ここって人入っていいのかな。なんか人入るのめちゃくちゃ抵抗あるよなこれ。ただの住宅街ですかね、この辺りは。よし、地図を調べよう。よし。山本さん、最近ね、地図で調べるというね、文明の利器を手に入れましたからね。よいしょ。